おだすこんちこんばんポテトです。聞いてます。おだすこんちこんばんポテトです。今日もネタを受けていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。よし。明けましておめでとうございます。ということでですね、今回はマクシュンの第3弾完結編ですね、をやっていきたいなと思います。早々ですから、期待しかないですね。はい、そんな感じでやっていきたいなと思います。ルールはこちら、細かい測定方法と前回の動画は概要欄から見ていただければと思います。そして前回から引き続きですね、注目ポイントはこちらになりますので、こちらも注目しながら見ていただければ楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、99話で最後見ていきましょう。レディーゴー。はい、見ていただきました。結果はこうなりました。ドン、せーの、横ばい。危ねえ、終わりそうだった。言い忘れてたけど、このグラフの見方はこちら。詳しい見方の説明は以前の動画をチェケラです。それにしてもこうまでも綺麗に横ばいになるかね。これはこれで予想外だったな。PK 要員で入ったディバラがど真ん中蹴るみたいなね、ロリスの気持ちになれた、そんな気分ですね。ちなみに細かい数値結果はこちら。まあまあまあ、結論ですね。結論、瞬発力はドリブルスピードに影響しません。まあと言って言い切れるでしょう。これはね、もちろんね、旋回とかこう曲がることに関してとかね、そういったところにはね関係してくるかなとは思うんですけども、まっすぐのスピードということに関しては影響はなさそうですね。あとはもう一つ注目ポイントを挙げておきましたね。バージョンアップで変わったかどうかのとこですね。まあこれもバージョンアップでそこまでは変わってないかなと思います。前回のマクドリとマクスピがね、バージョン前のものになるんですけど、まあ、それと比べてもあんまり変化はないので、ここはね安心していいかなと思います。よかった。今までの分析も踏まえてなんですけど、結果的にどの組み合わせがね、結局一番ドリブルに速くなるのかと思いますか？まあ、というのも、今回、まあ、瞬発力だけではあまり変化なかったんですけど、例えばですね、瞬発力が最大値を上げていて、ドリブルとかスピード数値自体がドリブルのスピードを上げていたりとかね、そういった可能性もあるんじゃないかなって思うんですよね。なので、あなたの思うロマン的観測、妄想ですね、コメントで教えていただければと思います。2022年度中に3月の末までにはですね、1000人目標に今してます。なので応援していただけたら嬉しすぎてでんぷんこまみれになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回はですね、1月の5日ですね、メンテの時に、多分メンテあると思うんですけど、の時に出したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画ね、これで終わりたいなと思います。最後まで見ていただいた方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。